皆さんこんにちは。ペットは人間への信頼と愛情を生まれながらに持っています。ペットたちは公的な動物支援政策があったり、動物に対する広い崇拝が存在する国々では特に大切にされ、幸せに暮らしています。例えばトルコでは、預言者ムハンマドが猫好きであったとされることから、イスラム教徒の多くは困った状況にある猫を助けることに大きな喜びを感じると言われています。このような理由でトルコの猫たちは街中でものんびりしていて、人間を完全に信頼し、困ったことがあれば助けてもらえると思っているようです。猫たちが人間を信頼していることを改めて証明した出来事が、イスタンブールのクチュクチェクメジェ地区にあるスルタンスレイマン病院の集中治療棟で起こりました。勤務時間中、救急隊スタッフたちは廊下を静かに歩く猫の姿に気づきました。その猫は口に小さな子猫をくわえていて、まるで医師たちに助けを求めているように見えました。すぐそばをスタッフが通ると、猫は子猫を差し出すように見せました。周囲には自然と看護師や医師たちが集まってきました。母猫が子猫を病院に連れてきたのであれば、求めを拒否することはできません。医師たちは子猫を検査するため別室に連れて行き、骨折や傷など異常がないか注意深く診察しました。母猫は我が子を心配するように医師たちの後について回りました。医師たちは母猫が安心するように優しく声をかけ、お皿に牛乳をついでやりました。しかし母猫は子猫が自分のそばに戻ってくるまでは牛乳には見向きもしませんでした。診察の結果、外傷は見当たりませんでしたが、医師たちは子猫の後ろ足が気になりました。スイマー症候群を思わせたのです。そこで医師たちは念のため子猫と母猫を一緒に獣医師の手に委ねることにしました。次は動物専門の獣医師が母猫と子猫を詳しく診察しました。そうしている間、救急の看護師や医師たちはこの2匹のことを心配していました。診察を終え、獣医は2匹とも健康であることを皆に伝えました。皆心から喜びました。メルベーズカンさんはこの出来事の目撃者となり、この様子を数枚の写真に収めることに成功しました。彼女はストーリーを添えて写真をツイッターに投稿しました。猫が人間を限りなく信頼していることを示すこの感動的な物語は世界中に拡散されました。これを見て多くの人々がトルコの医療従事者の対応を参照し、多数のコメントが寄せられました。街頭の動物が人間をここまで信用している様子を見るのは初めてです。実に驚くべきことです。実際これはトルコの人々が猫たちに大きな愛と敬意を持って接しているという事実を表しています。トルコの人々はいつも猫たちの食事の世話をしたり、優しく撫でたりしています。メルベさんによると、一人の看護師の女性がこの2匹の猫を引き取ることを希望したそうです。いずれにしてもトルコでは人々は猫たちにいつも注意を向け、優しく接しています。そして猫たちもそれをよく理解しています。家のない動物たちの心を温めてやることは誰にでもできることです。優しく見守り、ほんの少し食料を与えてやることで小さな命が救われることもあります。この動画が気に入ったら、いいねを押して、ぜひシェアしてください。では、また次回お会いしましょう。